栄ある受賞者を決定するにあたり、候補者の推薦に大変なお力添えを賜りました国際顧問の方々から、受賞者の皆様へのお祝いを兼ねてスピーチをいただきます。最初に Nakasone Yasuhiro国際顧問にお願いいたします。ここに常陸宮妃殿下のご大輪を仰ぎまして、第27回高松宮殿下記念世界文化賞の授賞式が盛大に開催されましたことは、誠に近海の至りであります。今年も素晴らしい受賞者の皆様をご紹介できましたことは大きな喜びであります。今年の受賞者には絵画部門の横尾忠則さんと、イギリス国籍ではありますが音楽部門の内田光子さんの日本人2人が含まれております。横尾さんは横尾ワールドというべき独自の作品世界を展開し、内田さんはモッツァルトをはじめた圧巻の演奏で世界を魅了しておられます。お二人が世界的な芸術的成果を上げておられることに敬意を表するとともに、日本人として誠に意を強くする次第であります。他の部門の皆様も日本文化をこよなく愛されているとお聞きし嬉しく思います。彫刻部門のウォルフガング・ライブさんは東洋の文化思想に造詣が深く、また日本の鴨の町名の北条記の無常観にも共鳴しておられるとお聞きし、深い感銘を覚えました。建築部門のドミニック・ベローさんは新潟に有限の美を表現する能舞台を作られ、また空間を大事にする日本の文化に影響を受けられたそうであります。演劇映像部門のシルビー・グエムさんは30回以上日本においでになっておられる親日家であります。2011年の東日本大震災の後、東北で講演し被災者を勇気づけてくださいました。このように皆様、日本と日本文化に関係の深いお方でございます。その一方でそれぞれが独自の個性を発揮しながら、人間性と普遍性にあふれた作品を創作し、芸術文化の素晴らしさを人々の心に訴えられております。そうした皆様の功績をたたえ、受賞の喜びを分かち合い、さらなる芸術文化の発展を願うことは、推薦に携わった者としてこのものへ喜びであります。私は世界文化の文化賞の発足当初から関わってまいりましたが、この賞も今や芸術における世界的栄誉と評されるほどに発展し、誠に感銘深いものがあります。私どもは今後も芸術文化の一層の振興に努めてまいりたいと存じますので、改めて皆様方のご支援をお願い申し上げる次第でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。